はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、竜玉の迷宮に来てます。そして、宝箱の部屋に当たりました。この宝箱の部屋って、結構稀なんですよね。そして、この宝箱の中身、三つとも知りたくないですか？俺、ものすごく知りたかったんですけども、コメントいただきました。ありがとうございます。この、宝箱の部屋って、ボスを倒しますよね。で、ボスを倒したら、自動でセーブされるじゃないですか。オートセーブ。その時ぐらいに、もうボスを倒した時だね。ボスを倒した時に、部屋の形が抽選されて、宝箱の部屋があった時は、もう必ず同じところに宝箱の部屋が来るらしいんですよ。で、しかもその宝箱の中身3つとも、すでに抽選されてて、中身も決まってるらしいんですよね。なので、真ん中を例えば開けますよね。ならば、真ん中が外れだった場合でも、ロードをして、右、左のやつを見て、当たりが出るまで、引けるっていうことですね。まあ、当たりが出るっていうか、三つとも見れるっていうことなんですよ。うん。まあ、いつもだったら一つしか見れないんだけども、ロードを繰り返して、三つ見て、当たりが出ればラッキーっていう感じでやっていった方がいいです。もうほんとこのね、宝箱の部屋、かなり稀なので、もう三つとも確認していった方がいいですよ。うん、ここでしか出ないやつなんてね、結構あるので、では、真ん中から開けます。なんだ？ナイトファイラス、嘘！ナイトファイラス、めちゃくちゃ当たりです。ただし、虹じゃないとダメですね。え、ナイトファイラス、マジで？あー、出た！虹だ！虹のナイトファイラス来ましたね。はい。まあまあ、こんな感じで、今回一発目で当たったんですけども、この右左っていうのも見れます。では、ロードして、戻ってきますね。ロードをして、ボスを倒した後の部屋、そっからスタートします。で、宝箱の部屋も必ずあるので、進んでいきましょう。ロードします。はい、戻ってきました。もう真ん中はナイトファイラスで確定なので、右左を見ていきましょう。まずは右から。なんだ？あー、これはもう真ん中の方が断然良かったね。はい。では、次、左側、見ていきましょう。ロードです。はい、また来ましたね。次、左側、見てみましょう。左側は何だ？スライムか。あー、この3つだったらもう間違いなくナイトファイラスですよね。では、戻って真ん中のナイトファイラスを取りましょう。では、真ん中のナイトファイラス。これが当たりだったので、取りますね。ナイトファイラス。いやー、最高でしたね。まさかナイトファイラス出るとは思わなかった。はい。まあ、とりあえずこんな感じで、宝箱の部屋って結構稀なので、これをね、3つとも開けるとなると、確率は3倍です。3倍、いいアイテムが、いいコインか、が出る確率が上がりますので、これはね、必ずやった方がいいと思います。うん、ここでしか出ないレアなコインっていうのが結構ありますので、ぜひここで、厳選してみてください。で、この宝箱の部屋だけじゃなくって、休憩できる部屋、そしてオブジェがある部屋、あれもね、固定でありますので、まあ、それも覚えておいてください。まあ、とにかく、ここ、厳選しやすいです。やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。